はい、えー。未来の日本語教育組の皆さん、こんにちは。えー、このビデオは、えー、5週目の2本目のビデオになります。えー、ここでは、テンプレートから作ってみるということをやってみたいと思います。えー、と、前と同じように、この JF オンデマンド、えー、教師研修のウェブサイトを開いてみたいと思います。この採点を自動化するというところですね。えー、これを開きますとこんな感じになりますから、このうちの、まあ、ここでは、えー テンプレの1番目を開いてみたいと思います。これ全部基本的にはみんな同じテンプレートなんですね。はい。で、えー、で、あの問題が1つしかないです。で、問題はこの4つの選択肢から1つを選ぶという、そういうタイプの、えー、テストですね。はい。で、1と2と3と4で何が違うかというと、テンプレ1は1番目の選択,選択肢が正解。テンプレの2は 2番目の選択肢が正解。テンプレ3は3番目の選択肢が正解。テンプレ4は4番目の選択肢が正解。という、これだけの違いです。ここではこの1番目の選択、あの、テンプレを開いてみますね。そうすると、このメーカーコピーというふうに出てきますから、この青いところをクリックします。で、もうこれがですね、コピーオブ自動採点テンプレ。01というのが自動的にできますね。で、えー、あのー、 もう、ね、番号とか名前はこれはこのままでいいかもしれません。まあ皆さんが直してもいいですね。で、ここに正解を書きます、あ、質問を書きます。正,正解、桜市1、桜市2ってありますね。正解はわかりますよね。正しい答え。で、桜市1、桜市2というのは、これを選んだら間違いになる選択肢という意味です。はい。じゃあ、例えばこの問題を日曜日というふうにひらがなで書いてみました。で、あの、 じゃあ、こちらに、えー、答えを書いていきますね、えー。このように、ここが正しくなければいけません。正しいところにはチェックがついています。もう一回戻しますよ。一回戻しますけど、えーうん。最初からここにはチェックがついているんですね。はい。それで、えー、このチェックがついているところに正しい答えを入れていきます。はい。で、ここにはもちろん間違った答えを入れなければいけません。えー、そして、この後に、あ、ごめんなさい。えー、っと、この、えー、っと、アンサーキーというのを クリックしてみます。そうすると、こういうふうに、何点入れるかとか、決めることができますね。それから、フィードバックフォーインコレクタ r e c t もここで、この鉛筆のマークで、ここに何を、見せるかを書くことができます。はい。で、み、あの、それを学生に送るときは、ここの、センドのマークからですね。センド、これを開きます。で、これを開くと、あ、それも,もう一回、はい。これを開きますと、 えー、こういうふうに最初は E メールのところがありますね。で、学生の E メールを全員知っていれば、ここにペーストすればいいですが、えー、多分最近ではリンクの方が便利だと思います。このリンクを押して、でそうすると最初、こんなふうに長いリンクができてしまいますから、ショートの u r l これをクリックしますね。はい。そうするとこんなふうに短くなりますから、このコピーを選びます。はい。はい。えー、で、これでコピーしたものを、えー あのですね、学生さんの、あの、スラックとか、えー、フェイスブックグループとか、えー、あるいは、ワッツアップの、えー、グループチャットとかですね。そういうところにペーストすればいいと思います。はい。えっ、ー、と、今日のこの、えー、スライドは、ビットリースラッシュ TTCB52A ですね。はい。えー、以上です。この、えー、スライドに、あ、間違えちゃいました。ごめんなさい。はい。えっ、ー、と、このビデオに知らない言葉があったら、 え、暗記とかクイズレットとかメモライズとかそういうところに、え、記録をしておいてください。はい、以上です。失礼します。ここでおしまいですね。どうやったら取り上げる